で起用されるかというね、当然また注目になってきます。このあたりも含めてのこれから登板になっていきます。バッター今井を迎えています。本当これからまあ1ヶ月どれだけうまく調整していけるかだと思うんですけどね。今井は怪我で一時期戦列を離れていました。左手首の骨折がありまして、この夏場いませんでした。戻ってきてからは9月2割3分8厘という数字ですが、5試合中4試合でした。いい当たりですがファールボール。ただこの2割3分8厘というのは見て一瞬低いなと思うぐらい、はい、戻ってきてから結構気持ちはすごく出て、はい、まあ、守備も含めてですけれどもいいプレーを結構見せています。